初めての出港ですけど、川ではねカヤックは慣れてるんですけど、湖は初めてですね。だいぶ来ましたかね。これで一回アンカーを下ろしてみます。このカヤックは全長が約3メーターちょっと切るんですけども、横揺れに関してもですねかなり安定感が高いですね。安心して乗っていられます。ボートとかのですね引き波に関してもですね十分に耐えうるような設計になってて、安心感がとてもあります。激安カヤックというふうに言われてますけども、細部のですねバリがあったりですとか傷が少しついてるとかっていう、そういう初期でですね、そういう不具合といいますか、なんかそういったものが目立ちますけども、それさえ我慢できる方はですね十分にフィッシングカヤックとしてサーフカヤックとして十分に機能する船だということが言えると思います。で、魚群探知機もですねこのようにアラームが鳴って、格安ですけども激安の魚群探知機ですけども、このようにですね分かりますかね、アラームが鳴って魚の群れがいることを表してくれてます。で、下の表層ですけど、その海底のですね地形もですね大雑把だと思いますけども、ちゃんとですねそういう盛り上がってるところとか海藻だったりするようなところなんかもしっかり感知してですね、釣れましたよ。これダイソーのジグで、